インゲザム県は、アルジェリアの県の一つ。県とはインゲザム、県高度は58。国内最南端に位置し、北をタマンラセット県、東をニジェール共和国、南西をマリ共和国、西をボルジュバジュモータール県と接する。58ある県の中では、比較的広大な面積を持つが、全域がサハラ砂漠にあるため人口は、 非常に少なく約1.1万人と県では最も少ない。2015年5月27日に多ンラセット県の準県として設置され、2019年12月5日に県へ昇格した。2軍と2自治体を管轄する。なおどちらの軍も同盟の自治体しか所属しておらず、そのため軍と自治体の範囲は一致する。ABC、アルジェリア、 アドミニストレーティブディビジョン。シティ・ポピュレーション。で、2020年5月7日閲覧。2015ジャーナルオフィシエルで LAA レピュブリーク・アルジェリエン N29。2020年5月7日閲覧。コンセイユ・デラネーションアダプションジュプロジェクト・デローイ・レラティブ・ア・エルオーガニゼーション・テリトリアル・ジュ・ペイズ。アルジェリー・プレッサービス。2020年5月7日、閲覧。ありがとうございます。